それではですね、いろいろな結び方についてですね、説明をします。最初にですね、リリアン、これをリリアンと、ね、思ってくださいね。このリリアンと、こちらが、ラインです。これはレベルラインと考えてください。これの結び方ですね、どういうふうにして結べばいいのか。これはできるだけですね、やっぱり基本はシンプルな方がいいんですね。シンプルに結ぶ。それはなぜかと言いますと、実は実際のその渓流の中でですね、もう魚がもうそこにこういると、ライズしていると、早く釣りたい釣りたいと思っているときに非常に複雑な結び方をすると、やっぱりその分だけ時間も取られますし、うまくできません。ですからいつもシンプルに、シンプルに結ぶということを考えた方がいいと思います。それでは最初にですね、これがリリアンとラインの先端です。これをどうやって結ぶかということについてお話をさせていただきます。こちらの方をですね、これラインの先端を一度こういうふうに折り曲げます。そしてこちらですね、短い方を下を通します。取ってますね。でここで一度ですね、こうこの長いラインをまたぐんですが、この時に大事なのはツイストひねるんですね。ひねります。こういうふうに輪を作る。でこの輪の中をこうして通すんですね。こうなります。こうなりますね。こういうふうな輪を作る。できました。で、これを、ここに、これリリアンの中に入れます。この時に大事なのは2回通すんですね。これ1回しか通っていません。もう1回こうやって、ここを通してください。2回通してます。2回通して、これを引きます。これは外れませんね。この結び方。もしこれをほぐくときは、こちらを引っ張れば、この、ほぐすことができます。こういうふうに外すことができます。こういうふうな結び方ですね。これが、基本の結び方です。次に、こちらがラインです。こちらがハリスです。この結び方について説明します。このままでは当然結べません。ですから、ラインの一番端に、コブを作ります。1回でもいいんですが、念のために2回コブを作っておく方がいいでしょう。こういうふうにコブを作っていきます。余分なところは切ってもらうんですが、こういうふうにコブを作りますね。このコブに、これを引っ掛けるという形になりますね。こちらはハリスです。じゃあ、どういうふうにして、ハリスを結ぶのかということですが、先ほどですね、やったのを同じなんですね。同じようにします。これを一旦ですね、先ほどと同じように、ここに下を通します。通しましたね。もう一回、ここで。これはさっきと同じですよね。一回やりました。さっきはここで通したんですが、もう一回輪を作ります。二回。これはここで、こう。二回輪を作る。この二つの輪の中を通すんですね。こういうふうにして通します。そしてこれを引っ張ります。で、これをラインの端に引っ掛けて、これを引くんですね。こういうふうに結び方です。もちろん余分なところはこう切っていただきますが、この結び方です。これが一番簡単ですね。早いです。しかも丈夫ですね。この結び方がいいと思います。次に、今度は今こちらに毛針があります。大きな、の毛針ですが、毛針とハリスの結び方ですね。これも実は先ほどと同じなんですよ。一度輪をこう通していただきます。これさっきと同じですね。これを一回こうやって、一回ここでひねって輪を作りました。さっきと同じです。もう一回輪を作る。同じですよね。で、これを輪の中を通す。そして引きます。余分なところは切ります。つまり、1回輪を作るか2回輪を作るかで竿の先端から毛針まで
同じ結び方でできるわけですね。ですから、非常にすぐ慣れてしまいます。ちょっとやればね、練習すれば、同じ結び方ですから、非常にスムーズに、シンプルに結べると。この結び方を私はお勧めいたします。はい、魚はですね、毛針をセレクトしないということを言いました。まあ、本当にそうなんですね。まあ、適当に巻いた毛針でも十分釣れます。簡単なですね、毛針の巻き方、これをご紹介します。毛針をですね、巻くのに最低限必要な、タックルについて説明をします。まず最初にですね、このバイスですね、これは、針を留めるもの、それから、スレッドですね、この糸を通して巻くもの、これをボビンホルダーと言います。それからハサミ、ハックリプライヤー、それから、針ですね、それから鳥の羽、それからクジャク、クジャクはなくても構いませんが、まあ、あってもよろしいと思います。あと、瞬間接着剤、このぐらいがあればですね、簡単に毛針を巻くことができます。それではですね、毛針を巻いてみます。バイスにですね、針を固定を、このように固定をします。そしたら、これですね、スレッド、糸をですね、I の方から、この輪の方ですね、輪の方からこういうふうに巻いていきます。まあ、イメージ的には虫のなんかこう頭を作っている、そんなイメージでいいと思います。まあ、適当ですね。で、まあ、これもハサミでこの辺りは切った方がいいですね。はい、切ります。まあ、この程度で結構です。あと、羽をですね、軸を少しこうして出してください。この軸を固定しますので、軸を出します。そしてここを巻き込んでしまいます。ぐるぐる、これはしっかりと、ここはしっかりと巻き込んでください。で、これで固定されました。そしたら、これをですね、こう交差するんですね。羽の方を前に持ってきて、ボビンホルダーを後ろにすると。そしてここのところをですね、ハックルプライヤーでつまみます。でつまんでください。そしてこのハックルの方を巻いていくわけですね。1回、2回、まあ3回、まあもう1回ぐらいかなと思ったら4回ぐらいですね。これで巻いています。で、ここでですね、もう一回こうクロスするんです。こうやって。そして、まあ、クロスしたら手を持ち替えることになりますね。で、こちらの羽はこちらにしておいて、あと、これで胴を巻いていくわけですね。で、この羽はもうここでいりませんので、これはここでカットしてしまいます。あと、これで胴を作るわけですね。で、この時に少しですね、まとめるために羽を少しこちらに倒しています。倒して、この根元ですね、羽の根元のところをぎゅっと縛ると、羽がきれいにまとまるんですね。このところですね。まとまります。そして、ここをぐる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 とこう巻いていくわけですね。そして、クジャクがですね、なくてもいいんですけれども、少しですね、デコレーションとして、つけたいという場合もありますので、このクジャクですね、1本取って、ここに添えていきます。そして、こうやって巻き込んでしまうんですね。クジャクのところを巻き込む。で、これも、こちらへ持ってきて、今度、クジャクだけ、の羽だけをぐる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 とここへ根っこのところに巻き込んであげましょう。そしたら今度またこの糸でですね、あとはもうクジャクをこうピッとやれば切れますので、まあ、クジャクが切れましたですね。で、もうこれでできました。ただし最後ですね、最後
これをじゃあどうやって止めるのかという時の方法ですね。このやり方いろいろありますね。で、私の場合は指2本こうやります。で、ここ押さえるんですね。2つ押さえてます。そしてこう持ってきて、これ外して、こうなってるんですね。ほんでここのところから引いてきます。もう一度やってみますね。念のため2回ぐらいやる方がいいと思います。指2本でこうします。ここでもう開いてますね。ほら、こうでひねってここへと入れてきています。これで2回ですね、輪を作って、ここで締めたということになります。最後ここのところをカットすると。そして最後瞬間接着剤で今締めたところだけでいいですね。これでできました。